ちょっと今日まあ、僕がお願いしてゴールキーパーグローブをちょっと持ってきて、はい、持ってきました。じゃん。お、え、今年は赤、ま、ピンク、今そうです、オレンジみたいな朱色というか。次男がキーパーやってるので、まあ、どういったグローブがいいのか相談されるんですけど、全くわからないんで何でもいいよって答えてるんですけど、グローブを選ぶときに大事にしてるポイントあります？サイズ感ですかね。手のグローブのサイズ感はちょっと僕大事にしてて、きついのは嫌なの でぴったりめはちょっと嫌で、ちょっとハーフサイズで大きいサイズを使わせてもらってるんですけど、まあ、その理由がこう手を開いてた時にやはりこう手がしっかり開くというか、ここも当たらないので、うん、若干ですけど本当空いてるんですよ。僕はそれはすごい好んでて、若干大きめなサイズは使ってます。え、それで何号？これ11号です。11号。大きいんですけど。それはでかいわ。うち三男もなんか次男がキーパーやってるの見てグローブ欲しいって言って、はい、つい本当に1週間前ぐらいに買って、それ3号だったの。かわいい。まあ中3の次男が何号か、9号かな。おお、もう、え、でもすごい。父親並みに、まあ僕だって小さいけど、だいぶなんか本当に大人並みに大きくなってきて、すごいですね。キーパーもやってるからすごいなんかね、厚みのある手になってきてる。おー、もうキーパーの手だ。9号ってもう結構大人ですね。あ、ほんと？はい。で、あとはその手入れの仕方？僕がやってるのは、よくシャワー浴びるときに、すっぽんぽんで手袋つけて、そのままシャワーで、お見洗いす、こうやってグーパーグーパーして。あ、そうなの？あ、じゃあお風呂にも全部グローブつけてないの？つけたまま。うん、もう両手つけるんですよ。通白して外してもみ洗いなんですけど、屋外ってそのままこうやって湯にこうやって汚れてるところとかこうやってこすって、それは専用のなんかクリーナーみたいな感じでゴールキーパーグローブの。いえ、前、昔は使ってたんですけど、ぬるま湯でやるのが一番落ちるっていうことにちょっと気づいて。そうなんだ。意外と。それ知らない人多いかもね。はい、意外ともうシンプル、しかもあんまり痛みが少ないし、うん、結構いいですよ。あ、そうなんだ。これもちょっとこだわりがあって、うん、ここの薬指と中指のところがちょっと絞って作ってもらってるんですよ。それも特注でってこと？多分特注なのかな、特注だと思います。すごいね、なんかすごい指がさ、しっかりこう動くんだね。あ、そうなんですよ。何もこうプロテクターとかこっちも入ってないんで。昔のグローブだと、もう言ったらもう横っていうよりもここしか動かないのかなと思って。ああ、なるほど。でもなんか今なんかすごい本当の指と同じような感じで。もうそうなんですよ、自由自在で。うん、何でも。だからスーパーキャッチにつながってるんですね。いやー、もうね、ありがたいですよ、本当。すごいわ。道具は大事にしたいと思います。手入れも大事に。西川周作選手、ありがとうございました。いい子、ありがとうございました。ひーくんだった、ひーくん。ひーくんでした。しゅうちゃんでした。またねー。ハハハハ。